気になっていたザイオン1がセールだったので買いました。ただ僕はスパーズが好きで、スパーズの、号泣50をよく被るんですが、スパーズのキャップにペリカンズの選手のシューズという組み合わせどうなんだろうと思ってしまいました。シェルジーさんは気にされたりしますか？僕はね、まずね、スポーツ系のものはね、あんま分かんないんですよ。全然スポーツ知らなくて、僕野球とか NFL、NBA、とかね、あんまり知らないんですよね、実はね。 NBA は唯一ちょっとだけ興味あるんですよ。周りでバスケやってる友達が結構多いんで、だからちょっと気になるなと思って、これから見るとか興味持つんやったらそれかなと思うんですけど、鼻から興味があるわけではないんですよね。だから逆に言うと無頓着ですね、その部分に関しては。まあ変な話、ナイキだってオレゴンの会社じゃないですか。じゃあナイキが出してるね、モデルとかで、他の地域の、ものとかって結構出てると思うんですよ。ナイキと、例えばニューヨークのブランドシュプリームの、コラボとかあるじゃないですか。でもナイキオレゴンやんみたいなのとかね、言い出してもきりないからなんかめんどくさいですね、そういう話とかってね、ルーツ論みたいなやつって、だから割と僕は気にしないですね。まあその人なりにこだわりがあればいいと思いますけどね、まあもちろんね、分かりやすいところとかっていうのはね、ちょっとなんか変な感じはもやっとするかなと思うんですけど、そういう分かりやすいところ以外はそんなに気にしないかなっていうところですね。例えばキャップとかでも逆に考えると、ニューヨークヤンキースのキャップかぶって、でまあドジャースのね、シャツ、ゲームシャツとか着てたら気持ち悪いみたいな感じありますよね。色が合っててもチームちゃうからそれみたいな感じとかってね、よく言われますよね。これってね、でもなんか逆に言うと、その俺は東西両方とも好きやねんと、で両方とも仲良くせえよって思ってるし、俺はそういうメッセージを訴えたいからこういう服装してんねんというふうに言う人がいたら、それはそれでスタイルかなと思うんですよ。だから、そういうのはもうその着る人がどう解釈してるか、あと周りにどう解釈されるかっていうところで決まってくると思うんで、別にこれやからええとかこれやからあかんとかっていうこともないんかなと思います。自分の中でこれはしっくりけえへんからこれがいいっていうので合わせ方に制限とかルールを設けてるのはいいと思いますけど、まあ、それを強要しだすとね、ちょっとめんどくさいことになるんでね。まあね、そういうこだわりは自分の内に秘めとくのがスマートでおしゃれなんやないかなと思いますね。